昨日午後、南九州市の山林で81歳の男性が倒木の下敷きになっているのが見つかり、その後死亡しました。警察によりますと、昨日午後7時ごろ、南九州市千蘭町長里の山林で、南九州市千蘭町小売の無職宮原三郎さんがくぬぎの木の下敷きになっているのを宮原さんの妻の知人が見つけ、消防に通報しました。 宮原さんは心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、およそ1時間20分後に死亡が確認されました。倒木の長さはおよそ16メートルで、宮原さんは椎茸栽培の原木となるクヌギの木の伐採作業中に何らかの理由でクヌギの木の下敷きになったとみられています。警察は詳しい事故の原因を調べています。